さあ、ダークランド。闇である。豆球が見えるな。結構終盤戦のステージにありがちな、画面真っ暗にして光の位置しか見えない系の、コースあるけど、俺あれ大っ嫌い。あとね、氷のステージで滑って失敗させる、あれも大っ嫌い。あるある。あー、暗い。そんな暗くない。やばい、ソーラーパネルが何の役にも立たない。もともと多分関係ないけど、銀紙かな背景あれ。俺がソーラーで来ると見越してのこの闇か。あいつに見つかったらすぐ、ほらー来たー。あいつってどいつ、ん、チャッキー的な斧持ってね、あいつ。大丈夫、まだ大丈夫。あっ、びっくりした。くたばれ。うわ、聞かねえ。え、光よ。いやー、充電充電ダメです。いやー、びっくりした。上いけるかなこれ。下からかな。なんか見えてんだけどね、入れないな。あ、そこかな、開いてないここ。でもあれ行こうと思ったら、行けるか。そこなんか開いてるようにも見える。気のせいでした。多分光までは追ってこないとかそんなんだと思うんだけど。おお、もったいり来る。来いよ、来いよ、ベネット。斧なんか捨ててかかって来いよ。おれおれ、お前は光には。おれ、おれ、こっちこっち。くてばれや、ほら、いって。もうやだー、こんな生活。何してんだい、ジュゲムさん。回復。いやー、怖い。またいる。お。赤コイン。バレー倒すと赤コインもらえる可能性あるからな。弾を、わ、また来るぞこれ。赤コインどころか普通のコインすらもらえなかった。来るよな、早えって。来いよ、 ここだ、ここまで呼んでこよう。よし、こういうことだな。バーカバーカ、イエーイイエーイイエーイ、うわー、ね、まるで成長していない。あ、上に参ります。まあいいんじゃないか。逃げろー、うおい、怖えよですよね。一発一発バーカが、あれと、ライトつくのかな。豆球っぽいの見えてんだけど。あ、あら、こんなところに。つかないねこれ。ほら、やつは卵でもひるまねえ。中間入ります。あの、卵の方が欲しいです、体力より。かわすんじゃねえよ。弾がな。ヒップドロップ、まあそうですよね。ふう、儲け儲け。ただのコインじゃねえ、いらねえ。開けとこ。ショートカット開通さしといてからの、今回カラーコーンが多いね。
カラーコーン貸し出し業をしてる漫画家とかもいるぐらいだからね。カラーコーンは人気なんだよ。玉がない、玉がない、うわっ、この斧のやつ早いぞ、早すぎ。おーのーなんちゃってみたいな。あいつもう一匹残ってるはず、あ、残ってない、あっても玉がないんだよ。どうしようかな、やっぱ奥行って戻ってくるか。気づかれてないぞ。あー抜けろ。ほらやっとやったぜ。おうおうおう、4枚も赤い。あれ花取ってる、まだ1個、全然花取ってねえな。ない、よいしょ。怖いって、恐ろしいな、恐ろしや。おごめん、それ違う人、あそこありそうだな。弾取ってからかな。くっそ、なんという当たりなんて、うわあ、ない、ここか。へえ、そっかそ、都会の逃走術バレた。チェ、やめろ、ダメだ、これ行ったら帰れなくなる。こんな服などいらん、バカだ。2個目、あ、よかった2個目だ、うん、そしてやっと弾が。3つもあるけど、何こん、ダメージ食らってること前提。うわっ、いやー、いっぱい来たもう戻れない、やばい、戻れない、戻らない。んヒントだ、後ろから来る。あやめろ、あっ、かー、いけ、あった、後ろ、やめろ、恐ろしい。よし、これ別に今のとこね、ジュゲムは倒しても何も出なかったから無視していいと思いますよし、回復だ、1ポイント回復、すごい安心するわ。そして次元、たまないんだよな、これどうなの、こいつの売ってくるやつ食べれるかな。あれ、住人が消えた、一家神隠しの巻、お、あのぬいぐるみに襲われたんだろうな。そこだ、よし、一発しか弾なかったからあぶんね。おい、ここあったのかよ。あ、なんだそれ、使用済みティッシュか、何に使用したのかは知らん。これ戻ってくるところだね、なんかあるんだろうね。回復、呼んでこいってことかな。逃げろーバーガーが。よし、がいいや、うおー相手、あー
うわー、これねえだろ、バカバカバカ。よし、あれ赤じゃないと思うけど取りに行こうかな。これ怖え、こっちまでおいでー、ほれこれでこれでバカバカ、このトールサイズが。くらいながら取ればいい。これぞ力押し。絶対後ろあるよね。もっとこっちだ。よし。と。よわ。ひどすぎるよ。ないのかよ。通常コインだけ？あそこまでしといて。厳しい。ここ怖えな。うわもうやだわ、全部すべてにおいて。あった、コンプリート。あと花一個。はあ、もう俺こっから出るぞ。ちょっと待って、それは聞いてない。お前光なくなるのはダメだろ。うわあ、うわあ、うわあ、もう来ねえよ、もう来ねえよ、バーカいやーこれは服着てないときついな。恐ろしい。着てなかったら下手すりゃ本当の意味で初めての死亡ステージになったかもしれねえ、ここは。光消えるか、まさかの。いやーコンプコンプ、えひー、まだ裏があるんだよな。暗がりに気をつけて、潜入夜の博物館。おー、今度は俺怪盗キッドになるんだな。クリップだ。ああなるほどね、クリップをゲートっていうか、あのね、明るい、これバレるとなんかされるんだろうな。うわー、スイッチ帰った。背景どれや、お金お金ポチかな、あれ背景のやつ。何このガバガバな仕掛け。いけ、バレとく。無能警備員。仕事終わりの合図聞くと即帰っちゃう感じ。消滅する。ヒットポイント、なんというガバい仕掛けでしょう。まあ行きますけど、あの上のルート行ってないんだけどな、戻れなさそうなんだよな。手前にはけていく、見せていこう。いて、今回服着てないんだから無茶なプレイはしちゃいけません。バレてない。無限に湧き出てくるスタイル。どうやっていくんだろう、あれ。無限に湧き出てくるね。よし。っていうかね、あの手前の上の上行かずに降りちゃったから、やり直したいんだけど。ちゃんと行こう。よっ。あ。くそー。キューちゃんだ、キューちゃん。こちらスネーク。これより新ニュースだ。おっと。ですよね。あ、これも下からルート。
まあバレてねえだろ。よし、バレてない。ああいうヒップドロップ行ったらさ、戻れなくなる場所を先に用意するところらへんがさ、ひどいよね。あ、背景に。なんていやらしい仕掛けしてるのかしら。ちょっとイラッとするな、これタイミング。これイラッとするね。動いてるからロックオンされてから投げるとさ、ほら行かないんだよ。これイラッとするわ、この仕掛け。よし、よし、よっ、オッケー。あ、これはぶつけとかなきゃダメかな。普通さ、美術品って振動モニターみたいなのつけてて揺れたらジリリリリってなるよね。野ざらし。次元イベント、うわ嫌な予感しかしねえな。手前、ない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 、何もない、ないないない。これ仕掛けがあれだからね。もういいや、とりあえず当てよう。手前にはけていけ。これしながら歩けないのがね。なるほど、逆だね、これ。体力、体力。コバ絶対バレるよね。どうしようかな。戻ること前提でまず一回バレるのもありだけど、まあ、バレない。あ、投げりゃいいんだ。卵はオッケーなの？なんだ卵か。よくあるじゃん、ジリリ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 ってなってさ、行くと、あ、なんだネズミかよみたいなシーン。ね、気にせず取ろう。すごい勢いで飛んできた。こっち優先しました。やっべやべだ、今回服着てねっつってんだろ。ひー、恐ろしい。やべ、次で死ぬ。真面目にやらないとやべえな。通常クリアすら怪しくなってきた、ね、やっぱ服着た無理やりのプレイしてたからね。もうヨッシーをそういうゲームとして見ていないせいだ。もう完全に探索ゲームとしてしかやってないから。これ多分大丈夫だと思う。大丈夫だよね、やっぱそうだよね。わざわざ飛んでたけど。おお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 まさしく白鳥のごとく、見えない水面下でのね、必死さが伝わってきたかと思いますね。これは多分、よし、うん、ここあると思うんだ。あるとは言ってない、言った。間違いなく言った。あ、やろー、帰れ。忙しいな警備員、時給上げてあげないと。
ない方が。弾がマックスじゃないとここヘイフォー来ちゃう。アクリアだ。ああそうか、背景見つけてないな。で花はあそこ、そして体力が足りぬわい。さすが終盤のステージだね。服ないと結構むずいな。でヨシは何しにここ来たの？潜入夜の博物館っていうけど、なんかパクったりするわけじゃないんだね。